これ今からあのお宅に注文して完璧です。めちゃくちゃうまい。小野さん食べてるなんで今人の家に上がってご飯を食べてるかというと、まあ、今鍋が行きますという企画をやってるってことす。すごい良かったね。素晴らしかったね。なんか全部良かった。渡辺選手お疲れ様です。どういう状況ですか今？そのリスナーさんの無理に到着しました。まあ、場所はちょっと今看板が何かあったら見せたいんですけどね。さあ、皆さんこんばんは。こんばんはでもないですね。先ほどちょっと撮りましたけど、また今日その鍋のくせに初県外ロケと、まさかのですね、本当に実現しまして、いろんなことを言っていたら本当に実現しまして、それの裏側を今 YouTube で撮っているということなんですけども、なんと今日、いろいろな候補の中から、そうですね、行っていいお宅のところをね募集したところ、ついに、来たのがですね、なんとか厳選しましたけども、初ロケついに来ました、愛知県です。愛知県は一社駅ということで、僕も初めて名古屋というか地下鉄とかこっちの愛知の方の在来線に乗らせていただきまして、何地下鉄でした？新地下鉄東山線というところの一社駅というところに今来ておりますけども、まあもう夕飯時なんで、一応ロケの企画としては、晩ご飯をご馳走させてもらいに行くというずうずうしい企画を、やってまいりましたけども、なんでもう今駅に着いたので、今からお宅をお邪魔するということですね。ということでちょっと早速もう駅に着いたので、ご自宅の方に向かいたいと思います。行きましょう。はい、お願いします。いろんなことをですねやらせてもらってますが、これはもう本当にブレックスの選手とかいう以前にもう番外編ですね。初ですね。結構2年前ぐらいからこれ言ってたんですね。まあ、今日はうち のディレクターの福田も同行してまいりますので、後ろ姿だけ撮ってあげてください。こんな感じです。配球の主人公みたいな髪型してます。配球のなんだっけ、あいつ主人公。名前なんだっけ、配球の主人公。急に出てこない。夕方今もう5時だから、ちょっと涼しくはなってるはずなんだけど、38度ですって。朝俺も畑行って練習して今だからマジで日本って狭いなって思うよ。マジで日本って狭い。日本ってめちゃくちゃ狭いです。ちなみに言うと朝土をいじってたと考えられない。そう、土いじってたね。福田君は今日一社にですね、この一社駅に12時入りですで、いろんなロケハンというかこの周りを場所全部チェックして、どこでオープニング撮るかとか全部、ただラジオなんでその映像はこれでしか回ってないんで大変ですね、ラジオロケは。この汗見て、汗を見てください。どこでもいいよ。
吐き汗です、小野さん。よし、ちょっと汗も落ち着いたところでね。ありがとうございます、頑張ってください。頑張ってください。 YouTube のね、あれのこれまずね説明します。今駅から歩きまして、一社駅から歩きまして、10分ぐらいですか、福田くんがですね、うちのディレクターの福田くんがもう12時に入ってここの公園で撮影しようということで、予約も何もないんですけど、このベンチもう大公園です、場所はですね西一佐運動公園というところに今ですね来まして、打ち合わせと、最初のラジオの冒頭の収録を今しようと。打ち合わせより何より給水ですね。小野さん見事に大汗です。はい、大間も、大間も大汗ということでやっておりますけども、ここで、じゃあちょっと撮っていきたいと思います。はい、はい、で、これ完全なるサプライズなんですね、お宅には。募集はさせてもらったんですよね。募集はさせてもらってるんで、突撃は突撃なんですけど、まあ、奥さんの許可は得てると。でも奥さんのところには許可を得ていて、もう福田はもう挨拶しに行って、でこれから、旦那さんもなんかこう、はい、鍋のくせに聞いてくれたり、夫婦でブレイクスタート、そうで旦那さん特に応援してくださってるということで、はい、その旦那さんに向けてサプライズ、はい、でどうやら今もうブラジル戦を見に来るために急いで帰路に着いたと。多分普通だったらもうちょっと遅い時間まで仕事してると思うんですけど、今日はそのために早く帰ってきたけど、もう一個サプライズがあると、はい、もう一個というか一個サプライズ、渡辺君と小野さんで伺おうということです。一社の子供たちにはインタビューはしないですね。まあ、一社の子供たちに気安く声を かけるとですね、通報です一社で捕まるという、はいはい、なんかねすごくいい街です、はい、来てみましたけど、はい、なんか初めて来た気がしない、はい、なんか、宮前平みたいな感じですね川崎で言ったらね、はい、住宅街ですね。そうですね、なんで、まあ、今からちょっとそのサプライズで行くということもねやっていきたいんですけど、はい、これはオープニング撮りましょうか。じゃあ、さあ小野さん、はい、ついにやってきましたね。来ましたね。念願のというか渡辺が念願の企画なんでございますけども、はいはい、スタジオを飛び出しましたロケです。飛び出しすぎですね。これは初ロケです、はい、でその初ロケの場所、まあかれこれ2年ほど前から鍋のくせにロケ行きたいななんて言ってもついに実現させていただきました、はい、色なしの尽力で。そしてそれがこのオフについに実現しまして、はい、その名も今鍋が会いに行きます、はい、今会いに来ますのやつ。そうですね、はい、これ入ってますかね、このセミの音。セミの音です、今ただいまですね、私たちが来たところがですね、愛知県は名古屋市でございます、はい、愛知県は名古屋市の一社駅、名古屋で一社駅で、今これは今僕らが喋ってるところのセミの音すごいでしょ、はい、これねキンキンのクーラーの中で撮ってると思いきや、今西一社運動公園という公園です、はい、緑色の机、緑色のベンチで、今手がものすごい汚れております。後ろには、ブランコに乗る子供たち、サッカーをする子供たち、の中におじさん3人で、その保護者、保護者たちがいる中で撮っているという今このオープニングなんでございますけども、いろんな方からあやなこに来てくださいと言われま、いや言っていただきましたが、選ばれたのは、ラジオネームタロタロさんということで、はい、ナムさん、小野さん、こんにちは。ロケ企画ですが、ぜひ名古屋の我が家に来てほしいです。知り合い経由で見ず知らずの私たちに結婚おめでとうございますと渡辺選手からサインをいただきまして、そのお礼を含めご馳走したいですって書いてありますね、はい、ちゃんと用意してくれるんです、ね、書いてありますね、はい、結婚当時コロナ禍で結婚式も挙げておらず、人からのお祝いもあまりなかった中、サインをいただき本当に嬉しかったです。また私よりもブレックスファンである旦那に内緒で応募しているので、サプライズも兼ねてやりたいという、もう、はい、一発目には素晴らしい、はい、素晴らしい内容という。名古屋在住なんですけど、うん、無理やりにも観戦に来てる。そうですね、はい、ということなので、今回のロケ企画はですね、ただのロケというよりもですね、依頼人は奥様で、はい、まあなまあ、旦那様は今日僕らが突撃すること知らないそういうサプライズも兼ねて、意外にちゃんと撮れた感じじゃないかと、はい、俺らが飯食うだけじゃねえっていう、はいはい、で旦那さんは今ブラジル戦見てるって、はい、だからもうもしかすると邪魔かもしれない、上の空かもしれないですね、はいはい、
っていうことなので、はい、まあ、今から向かうんですけども、はい、この日のために入念な打ち合わせを行ってくれました、はい、くちゃんがディレクターが、はい、素晴らしいです。現在ですね、タロタロ系ではですね、隠しマイクを仕込んでおります。マジで言ってます。こんなもう犯罪まがいなことしないようですか、はい、番組どころか福田が飛ぶ可能性出てきましたね。更新所みたいなことやってます。大丈夫ですかね、はい、分かりませんけども、ちなみに僕と小野さんはまだ奥様に会っていませんね。僕と小野さんは会ってないんですよ。まだ会ってないんですよ、はい、今ラジオだから分かってないかもしれませんが、はい、今西社公園にいる渡辺小野はまだ全然会ってません。はい、はい、で今日まあ旦那さんがもう帰ってきてるっていうことなので、はい、もうね、もうブラジル戦を見に、はいはい、なので奥さんからのメールを合図に突撃すると。でその流れなんですけども、宅配員になりきった僕ら、まあ、僕と奥さんですね、はいはい、で奥様の合図でインターホンを押しますと、はい、インターホンに奥様が出てくることになってて、大きな荷物が届いてますという荷物受け取りに旦那さん玄関へ行くと、扉を開けてびっくり、そこに渡辺くんいますという流れになってる、はい、結構ちゃんと、いや結構これはびっくりするんじゃないですか。福田がちゃんとやってくれてます。まさか来るとは思わないです。ただあいつら遊びに行って、はい、なんか名古屋でうまいもん食って帰ってくるんちゃうんかと思ってる、はい、お聞きの皆さん、はい、レディオベリーの社員さん、はい、宇都宮ブレックスの関係者、はい、各位、はい、きっとあいつら名古屋行くって言ってら、あそう言ってはあのと渡辺で仕事にかまけてしっかりやってます。あのめちゃめちゃ汗かいてます、はい、もう後で YouTube 見てください。小野はもうなぜか灰色のネズミ色のマーモットなのにネズミ色の服を着て汗アピールということです、はい、なんですけども、まあ、そういう流れになっていまして、その後ご飯を食べさせていくというズーズーしいスケジュールになっておりますということなので、もうこの公園にいてもね、蚊に刺され汗ダクダクなんで、はい、いよいよ行きましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、OK。 ここから来たいんですか。ここから行くと10分はかかるんだな。蚊に刺されるわこれ、まあ、間もなくリスナーさんのお家に着きます。もう完全サプライズです、これね。今からあのお宅にクーポンしてサプライズしたいと思います。初ロケ成功なるか、それではちょっと見た方をしたいと思います。宅配便物が届くという体で出てきてくる奥さんね、旦那さん、旦那さん出てくる。突撃。なんでなんで今鍋が会いに行きますよ。うまい、これマジうまいですね。旦那さんこんな毎日幸せじゃないですか。美味しい。いいのかよこれ。これなんか俺今やっててね、すごいなんか罪の意識すごいけど大丈夫かな。